自分は今、高3男子です。無能です。心配性な性格なのにそれを改善するための努力はできません。今まで行動しなきゃいけないと思いつつも努力は一切できないまあ、このままで生きてきました。心配の押しつぶされそうになっているのに努力ができません。長所と言い合われる部分は、学級委員会の主張していることと、コンビニバイトで店長に気に入られることぐらいです。怒られるのが苦手なので店長の言い合いになっているわけですが、自分を変えるため何をすればいいでしょうか。まあでも、努力ができるかどうかも遺伝なんで。 あの努力の遺伝子というのがあるというのが結構言われていてなのであの心配性で努力ができないっていうのは多分もうそういう性格ですとなのであの心配の源を多分考えればいいと思うんですよねでその心配だからそのじゃあ,先生あのコンビニバイトに言われたとそり店長に言われた通りやってるっていうのであれば多分ちゃんとした塾に行ってすげえ怒るタイプの塾に行けばいいと思うんですよね。 で、その宿題やらないと怒られるとか、点数が低いと怒られるっていうので、その怒られるのが怖いから勉強するっていうのをやると、結果的にあのいい大学受かると思うんですよね。あの僕中学のの時に怒るタイプの 塾に行ってたんですけどで、結局僕怒られてもあんまり宿題やらない子で、最終的にあの、その塾の国語の先生に首絞められて辞めたんですよね。<laughs> あの、お前なんでそんな宿題やってこねえのみたいなこと言われて、なんかその宿題をやるという習慣が僕の中になかったんで、なんで、その、まあ、できないっちゃできないんですよ。 なので、はい、あのその僕は怒られるっていうのがあんま全然気にしないタイプなんですけど、まあ、怒られるのがあの気になるタイプの人はそういうい怒るタイプの塾に行くといいんじゃないかなと思います。